私の名前はパニコです。都内で専業主婦をしている32歳です。私には5歳になる娘のパニミがいます。夫のタクマはとても家庭を大事にしてくれる人で、夫婦仲良く暮らしていました。ある時まではパニコ、悪いけど今日も残業だから、多分帰ってくるのは深夜になるだろうから夕飯もいらない、先に寝ててくれな。え、またそんな時間まで残業なの？ここのところ毎日残業じゃない？忙しいんだよ、なんか文句でもあるのか？いや、そんなんじゃないけど。タクマは本当に優しい旦那であり父親でしたが、このところ毎日のように残業続き、帰宅時間は深夜を過ぎることも多く、私はまだ幼い娘のパニミと二人だけで食事をすることが多くなっていました。ねえママ、今日もパパいないの？もうずっとパパとご飯食べてないよね。寂しいな。そうだよね。ごめんね、パニミ。パパお仕事忙しいみたいなの。パニミとはもう遊んでくれないのかな？そんなことないわよ。パパはパニミが大好きなんだから。それにほら、もうすぐ夏休みだし。パパも夏休みは毎年パニミと海に遊びに行ってるでしょ。今年もきっとたくさん遊んでくれるから楽しみにしててね。そうだね、パパとの夏休み楽しみ、いっぱい遊んでもらおう。私はパニミが父親との時間を十分に過ごせなくて寂しそうにしているのが本当にやるせない気持ちになりました。でももうすぐタクマも夏休み。夏休みは家族みんなで伊豆の海岸に行ってバーベキューや海水浴を楽しむのが毎年恒例行事なんです。きっとパパも海水浴の日はパニミともたくさん遊んでくれるはず。でもそんな期待をしていた私が愚かでした。私たちに楽しい夏はやってこなかったのです。パパ、今度の夏休みの海の予定はどうしよっか。パニミ、またパパとかけっこして遊びたい。あっと、悪い。今年の夏の予定なしでいいかな。悪いんだけど、今年は仕事の出張で行けなくなっちゃいそうなんだよね。え、仕事なの？夏休みの予定は毎年みんなで楽しみにしていたのに。仕事なんだから仕方ないだろう。それに、俺だって休めるなら休みたいよ。え、パパ、今年はみんなで海行けないの？そんな、ずっと楽しみにしてたのに。そうなんだよ、パニミ悪いな。また今度新しいおもちゃ買ってやるから。ちょっとタクマ、おもちゃじゃ埋め合わせにもなんないよ。仕方ないだろ、また今度。タクマは大事な家族の約束なのにもかかわらず、仕事だと言って家族の恒例行事である夏休みの海水浴の予定をキャンセルしてしまったのです。パニミは楽しみにしていた予定がなくなってしまい、本当に悲しそう。そんな娘を横目に、タクマはすぐに自分の部屋にこもってしまいました。まったく、いくら仕事だからって何なの？こんなにもパニミが悲しい思いしてるのに。てか、なんか怪しい。こんなに出張って、しかも残業しても給料上がんないし。私はだんだん不安になってきました。前は家庭に対しての思いやりが深いタクマだったのに、平気で娘を悲しませるようなことを言うし、家庭のことをおろそかにするなんて。私はタクマに対しての不信感が募るばかりでした。それから1ヶ月後、この日は本当であれば伊豆の海水浴の予定の日。パニミはあれから元気がなく、ずっと暗い顔をしています。パパとまともにいる時間のない数ヶ月で、しかも楽しみにしていた夏の予定もなくなってしまったんですから、当然です。じゃあ出張行ってくるから、1週間後に帰る。週末も仕事だから、俺は携帯オフにしとくからさ、連絡しないでくれよな。は？まあ俺はお前たち家族のために頑張ってるんだから、くれぐれも仕事の邪魔すんじゃねえぞ。わかったよ、いってらっしゃい。そうしてタクマは1週間の出張という割には、スーツは1着だけで、ビジネスホテルに泊まるのには少なすぎる荷物を持ち出かけていきました。1週間連絡すんなだと？俺は家族のために頑張ってやってるだと？スーツ一着で携帯見る暇もないほどずっとお仕事ってか？ふざけんな、んなわけねえだろうがよ。苛立ちを抱えながらリビングに戻ると、パニミが一人で泣いています。
そんな娘を見て私は本当に悲しくなりました。なんでこんなに幼い娘がこんなにも悲しい思いをしなければいけないんだろう。たくまはなぜあんなにも変わってしまったんだろう。私はそんな不安と怒りに満ちた気持ちをなんとか落ち着けようと SNS に今の気持ちをつぶやくことにしました。今頃家族で伊豆海水浴っと。ああ、他の人たちはみんな海水浴に行ってていいな。で、は？そこで私は自分と同じハッシュタグのとんでもないものを見つけてしまったのです。彼と一緒に夏の思い出ハッシュタグ伊豆海水浴、社内の年上彼とのお泊まりデートハッシュタグ伊豆海水浴、二人だけの空間ハッシュタグ伊豆海水浴、幸せ誰にも邪魔できないハッシュタグ伊豆海水浴。なんとあやかという名前のアカウントにはたくまとのツーショットが、そして本当は家族で行くはずだった伊豆海水浴のハッシュタグが。まさかあいつ家族の時間を潰して不倫旅行を楽しんでいるとは。しかもこの女社内恋愛だと。しかも家族恒例で毎年行ってる伊豆海岸に不倫女と行くなんてありえない。私は怒りで爆発しそうになってしまい、持っていたスマホですぐにたくまに連絡をしようとしました。ん？でも待てよ、この男こんなにも可愛い娘を泣かせたよな。娘の楽しみにしている夏休みを台無しにしたよな。家庭のことをおろそかにして不倫してるよな。そんな奴に容赦はいらん。徹底的に追い詰めてから後悔させてやる。許さんぞ。私はあの最低な野郎に復讐したい気持ちでいっぱいになりました。そして私はある作戦に出ることにしたのです。あの男を懲らしめる最高の作戦にね。いしし、こんにちは。とても幸せな投稿ですね。伊豆海岸好きなのでカップルで羨ましいです。ありがとうございます。彼が連れてきてくれたんです。そうなんですね、優しいですね。せっかくだから二人のラブラブ写真も見たいな。本当ですか？じゃあ今からたくさん投稿しますね。かかったかかった、愚かだな。実はこのサウスは私。このあやかったら自分は不倫してるのにアカウントにロックもかけてないんですもん。私はそれをうまく利用させてもらうことにしたんです。彩香の投稿する写真には決定的な不倫を断定できるものがなかったので、こっちから煽って2人の浮気写真をゲットすることにしたんです。そんなことも知らずに彩香ったら次々に2人のラブラブ写真を投稿してきました。おまけにどうやらドキュンらしくて地雷踏みまくり。ねえ、彼氏とは結婚するの？それはね、微妙。てかそれはないと思う。実は彼家庭あるからさ。そうなんだ。でも既婚なのに伊豆に旅行なんて、彼氏さんお金あるんだね、うらやま。はあ、お金は大丈夫なの。会社が結構大きな会社でお金余ってるみたいだし。へえ、いいな。でもご両親に紹介するときに困るか。大丈夫だって、両親に紹介する用の彼は他にいるもん。え、すごっ、モテ女子なんだ。ますます羨ましい。やだ、照れる。でも両親に紹介する用の彼はつまんない男でさ。今彼は顔がタイプだし、同じ会社だから、ほら会社が持ってるお金もやりくりしてもらって。でね、紹介彼はとりあえず普通で安牌で、あともう一人遊び用の彼もいるから結構忙しかったりする。うーわー、マジのモテ女だ、尊敬。今一緒にいるのは ATM 君ってわけね。さ、バレないようにスマホもそれぞれの男用に3台持ってるんだよ私。あとぶっちゃけ今一緒にいる彼は会社のお金持ってこさせる係ってやつ。あはー、彩香って女、相手が既婚者だってわかってるのね。おまけにうちのアホは ATM で会社の金を不正に利用するかもって。私はなんだかほくそ笑んじゃいました。あらあら、ここまで際どいの投稿しちゃって大丈夫なの？ほんと若いって怖いわね。この幸せ自慢が自分の首を絞めることになるなんて。
そして私はすぐにこの集めた写真と内容をたくまのご両親とうちの両親、そして会社に送りつけました。まあ、あの男どうせスマホの電源オフで、女の方はたくま専用スマホだろうから、帰ってくるまで本人たちにバレることはないでしょうし、あとはこっちの準備ね。たくまが帰ってくるまでまだ6日もあるし、準備するには十分な時間ね。そしてそれから数日後、ついに今日はたくまの帰宅の日。そろそろ連絡が来る頃かな、楽しみ。その時でした。お疲れ。今帰ったけど、なんで家に誰もいないの？パニミもいないけど、どこ行った？ああ、お帰り。楽しかった？楽しかったって、仕事なんだから楽しいわけないだろ。ああ、そうなんだ。あ、ねえ、今どこにいる？どこって、家だよ、家。じゃなくて、家のどこにいる？あ、リビングだけど。ああ、じゃあ、寝室に行ってくれる？寝室？あ、なんだよ、まったく疲れてるのに。で、え、なにこれ、なんだよ離婚届って。え、そうそう、私あんたとは離婚するから。ちょっと待ってくれよ、今どこにいるんだよ、意味わからない、今どこだよ、ふざけんな。この間抜け目、話がしたいならあんたの実家まで来なさいよ。なんだと。お前、俺に向かって間抜けて、どうなるかわかってんだろうな。とにかく俺の実家、俺の実家にいるんだな。それから数時間後、たくまは新幹線を急いで乗り継いで、地方にある自分の実家にのこのことアホ面してやってきました。アニミ、パニコ、いるか？おい、お前、この家の門をくぐる資格があるのか？王さん、悪いけど今はパニコと話がしたいんだよ。パニコもパニミもここにいるんだろ？二人ともここにいるわよ。でももう、あんたのことは二度とパニミには会わせないってパニコさんと決めたの。え、ちょっと待ってくれよ、母さんまで何言ってんだよ、何がどうなってるんだよ。たくまは現状に理解ができない様子で、ただただ周りをキョロキョロしています。アホですね、笑っちゃう。おかえり。あれ、浮気相手の彩香と一緒じゃないの？うわ、何を急に。お前、何言ってんだよ。慌てすぎ。別に慌ててなんか。それよりお前、離婚届ってどういうことだよ。え、そのまんまの意味だけど、あんた会社の出張ってことにして、本当は女と旅行に行ってたでしょ。しかも社内の女の子と、しかも家族で行く予定だった伊豆にね。うわ、は？いや、待って。なに？まともに喋れなくなったの？はぁ、さては、彩香の SNS 見てないのね。かわいそうに。全部暴露されてるわよ。バーカ。どこまで気取ってんだよ。これよ、これ。私は自分のスマホで、彩香の SNS のページを目の前でたくまに見せてやりました。するとそこにはバッチリ2人の浮気確定画像の数々がアップロードされていたのです。ついでに彩香とのやりとりも見せてやりましたよ。 ATM 君にね。うわぁ、不倫だなんてみっともない。お前、会社でこんなことをしてたのか。お前とはもう縁を切る。あんたみたいな薄汚れた息子もういらないわ。恥ずかしい。もう近づかないでちょうだい、この汚れ。パニコさんごめんね、こんなに辛い思いさせて。何ぼーっとしてんのよ、さっさと出て行きなさい。ちょっと待ってくれよ、これは俺とパニコの問題だろ。何言ってるの？問題も何も、もう離婚しますけど。離婚届見たよね、あとはハンコだけよろしくね。ちょっと待てよ、パニミは？パニミのことはどうすんだ？その時、2階でお昼寝していたパニミが下に降りてきました。おじさん、誰？え？ごちゃごちゃうるさいんだけど、薄気味悪いからさっさと聞いてくれる？あははは、パニミったら本当に面白いんだから。じゃ、これでわかったでしょ、あんたの味方はどこにもいないのよ。離婚するし、不倫の慰謝料もしっかり請求するからよろしくね。そうそう、親戚中にも会社にもこのことバレてるからね、 ATM 君。嘘だろ、そんな。
不正利用係って言った方がいい？終わった。俺、どうしたら、パニゴ、お願いだ、助けてくれ。な、頼む。浮気なんてもう二度としない。彩香にももう会わないから許してくれ。はあ、許すわけないでしょ。あんたは可愛い娘との時間を台無しにしたのよ。しかも、自分の欲のためにね。もう許さないんだから。あんたはこれから、娘と私を裏切った報いを受けながら、会社の金を不正に利用した罪を償い、さらに周囲のすべての人間から絶縁された孤独を味わいながら、借金のためだけに生きていくのよ。ざまあ、いじじ。それから数日後、タクマと不倫相手のことは会社内ですぐに噂が広がり、経費を使って不倫旅行に行っていたことなどがバレてしまい、二人はもちろんクビになりました。会社から被害届を出されていて、タクマは檻の中、女も同罪だし、結婚詐欺やらでも有罪、仲良く檻の中で暮らしています。私とタクマは離婚、義両親が慰謝料と養育費をまとめて肩代わりしてくれたのですが、タクマが檻から出たら一生働かせて借金を返させると約束してくれました。あやかも各方面からの慰謝料で借金まみれ。一方私はパニミと一緒に実家に帰り、家族仲良く暮らしています。ねえママ、来年は夏休み、どこ行く？そうだね。今年はお金も貯まったから、海外の綺麗な海にでも行こうか。うん、パニミ、海水浴大好き。パニミ、グアムに行きたいな。いいね。到着したら、ハードロックカフェでお食事しよう。それかな、ターザウォーターパークに行って泳ぐ。あとは夜、ファイヤーダンスショーも見ようね。うん。よーし、今日からお風呂でシュノーケリングの練習だ。あー、機内食が楽しみ。あー、そうそう、プレッツェル型の浮き輪も買わないとね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。